ハロー YouTube、 今日はですね、ルーマニアの RCA を使ったソフトウェアを展開している UI パスっていうとんでもないスタートアップがあります。 RPA っていうのはロボットプロセスオートメーションっていう、まあ、業務を自動化するようなソフトウェアを展開しているルーマニアの会社がお化け企業になっているっていう、まあ、そういう話を紹介しながら、世界のですねスタートアップやユニコーン企業が今何を見ているのかという視点を提供していきたいというふうに思っています。というわけで行ってみましょう。久保田のぶのアンテナということでですね、今日はですね2005年にルーマニアで創業されたですね RPA ソフトウェアの開発会社であるUI パスをちょっと深掘っていきたいというふうに思います。ここですね、まあ、冒頭に申し上げたようにお化け企業なんですけど、これ何がすごいかというと、時価総額がとにかくすごいんですよ。時価総額350億ドル、100円換算だとしても 3.5 兆円の規模なわけですよね。このまず時価総額っていうのは何かっていうと、株数×株価でまあ決まるっていうふうに言われていますね。株主が持っている株数の合計と、あとは株価っていうのを掛け算したら会社の企業価値が決まるよねっていう考え方なんですよ。ただ、まあ、僕が今取り上げているユニコーン企業っていうのは時価総額1000億円以上の未上場企業っていう定義になるので、実は上場していないわけですね。これから IPO が予定されているとか、これからどこかの会社に買収されるかもしれないっていう、めちゃめちゃ大きい巨大ユニコーンと言われる会社っていうのが、まあ、ここなんだっていうことなんですけど、 3.5 兆円ぐらいの会社ってイメージつきます？まあ、この辺の会社かなとかってイメージつく人いたら、まあ、相当頭いいと思うんで、まあ、ここではちょっとね、その指標をちょっと持ってきました。例えば日本郵政の時価総額って 3.5 兆円ぐらいなんですよ。あの郵便局をやってる日本郵政、日本中にもうね支店もあって、もう手紙嵐の CM を打っているあの日本郵政ですよ、が 3.5 兆円ですよ。あとはキヤノン、これ 3.4 兆円ね、日本を代表する企業ばっかりですよ。あと花王ね、花王 3.2 兆円ですよ。パナソニックどうかというと3兆円ぐらいってことで、もうパナソニックや花王よりも大きい存在が UI パスなんですね。ルーマニアの会社ですよ。知ってました？知らなくないですか？いや、そんな会社あんのって感じじゃないですか。で、急に興味持ってきたこの RPA で、これ何やってんのよって話なんですけど、まあ、さっきもちょっと説明したんですけど、 RPA っていうのはロボットプロセスオートメーション、ロボットが途中過程を自動化って、まあ、そういうことですよ。これを横文字で言うとなんとなくかっこいいね、 RPA みたいなね、なんかなんとなくかっこよくなるっていうのが相場なんですけど、これまあどんなことがまああるかっていうと、まあ、企業あるあるなんですけど、ここからデータを引っ張ってきて総務を担当してくれる総務さんとかが毎日データ起こしますとかっていう会社っていません？そういうのってそもそも人がやるべき分野なんだっけってはたと感じたことありませんか？なんか便利なさソフトウェアとかあってさ、それがなんか自動的にやってくれたらいいのにって、そういうのを解決するのが RPA なんですよ。ロボットが途中過程を全部自動化してくれますよってことですね。サイトに行ってある特定のデータを抜き出してきてデータベースに保存するってことって今普通にできるんですよ。ただ普通にできるって言ったけど、エンジニアは普通にできるっていうことなんですね。なんですけど、この RPA っていうのはノンプログラミングっていう強さがあるわけですよ。エンジニアじゃないと、エンジニアが簡単にできる業務って言われても、実際に実現するのは難しかったっていうのはまあこれまでだったんですよ。でもこの UI パスの会社の RPA とかを使うと何が楽かっていうと、ノンプログラミングでいけるので、まあ、ここのさ、なんかデータをこうやって取ってきてみたいなのを UI ベースで、まあ、なんかあのブラウザーからポチポチ押していくと、まあ、自動的にできるよって、そういうのがこういうサービスの魅力だってことなんですよね。エンジニアじゃない人がエンジニアのような仕事ができるよっていうのが UI パスの魅力だっていうふうに思ってください。で、ここがついに日本郵政と肩を並べるほど成長してしまった。なんでかっていうと、まず30カ国に国際展開です。やっぱりこういうその書務の自動化っていう課題って、これグローバルマーケットだってことなんですよね。どこの世界にもこの課題で困っている人たちがいて、まあ、どうにかしたいんだけど、どうしたらいいのかなっていうのが分かんないよっていう業務っていうのがいっぱいあったってことなんですね。で、そこにルーマニアの会社が目をつけたわけですよ。で、今や RPA 業界を牽引するリーダー的な企業になったと。で、さらに総額20億ドルを調達
20億ドルっていうと、まあ、大体2000億円ぐらいですよね。まあ、日本のスタートアップでよく話題になるのは、まあ、5億調達しましたとか10億調達しましたって、これもう華々しいその資金調達なわけです。ここの会社は20億ドル調達してますからね。これはとんでもないことですよね。なので、まあ、僕らがその起業家がですね、気をつけないといけないのは何かっていうと、まあ、僕らは意外とその村社会に生きてるっていうことを自覚してる日本人経営者って本当に少ないっていうことで、ちょっと世界に視点を向けるとこんな企業があるんだよっていうことを、まあ、知っておくだけで僕らの視野って世界基準になれますよね。日本の IPO はまだまだその小粒が多いみたいなことをよく言われるんですけど、いざですね上場してもですね、時価総額が少ないまま上場してしまうよってケースもまだまだ多いっていうふうにされています。でそんな中でこの会社は350億ドルあってまだ上場してないっていうとんでもない企業なわけですよね。なので世界基準で僕たちは考えていきましょうということがメッセージです。じゃあまずは 3C 分析してみましょうか。 3C 分析っていうのはコンペティターの C 競合、カンパニーの頭の C 自社、コンシューマーの頭の C で顧客っていう、その3つの C から成り立っている、まあ、企業の環境分析ですね。この 3C 分析をやることによって UiPath が今どんな状況に置かれているかっていうのを経営者視点で見つめ直すことができます。まあ、こういうその企業を発掘したときはですね、ぜひこの 3C 分析だったり、あとは SWOT 分析などをやっておくことによってですね、会社のシミュレーションができる、まあ、シミュレーションゲームみたいなものだというふうに思ってもらって、まあ、自分が経営者だったらこの難局、こういうその状況っていうのをどういうふうに乗り越えるかなってことを考えながら見ていくといいのではないかというふうに思います。何がこういう会社の難しいところかっていうとですね、まあ、競合が世界的ってことなんですよね。自分たちが提供しているサービスが世界的であればあるほど競合も世界に点在するよねっていう、まあ、当たり前の話なんですけど、米国ではですね、オートメーションエニウェアとかかっこいいですよね、自動化いろんなとこでみたいなね、そういうまあ会社なんですけどが出てきていたり、あとワークフュージョンですよ。これもまた名前がかっこいいんですよね。ワークフュージョンですよ。そのなんか働き方とかにまあ焦点を当てているっていうか、こういうその競合っていうのは生まれている。でアメリカだけじゃないですねってことで、ブループリズムっていうイギリスの会社とかっていうのも RPA 業界には参入していますし、日本で言ってもまあかなりのいろんな会社がこの業界には参入していることが分かります。で自社なんですけど、すでにですね8500社以上のお客様を抱えているというところも強みで、サブスクリプションっていうビジネスモデル、毎年課金しますみたいな、まあ、ビジネスモデル、毎月課金しますみたいなビジネスモデルのことをサブスクリプションっていうふうに言うんですけど、まあ、定額制で販売していくよっていうビジネスですよね。まあ、何が元々の対抗馬だったかっていうと、元々はそのソフトウェア、例えば CD で販売してましたみたいな歴史があったわけですよ。これ5万円ですとか10万円ですとか、まあ、5000円ですとか、なんかそんな風に値札をつけて販売をしていくっていうビジネスモデルがあったんですけど、これはですね何が問題だったかっていうと、1回最初にお金をもらえるんですが、その後費用をもらうことができないのでビジネスモデルが安定しないって問題があったんですね。例えばなんか決算の時だけソフトウェアがめっちゃ売れるけど、その後こう安定しなくなってしまって売上が読めないなみたいなことがあったわけですよ。あともう一つはお客様視点で考えたとしても、常にそのいいサービスってガンガン変わってくるし、技術っていうのはどんどん進化するわけですよ。でその進化した技術を常にお客様に提供したい、鮮度高く提供したいぞってことを考えた時に、売り切り型のビジネスって合わないよねっていうのがあるわけですね。でサブスクだった場合っていうのは、毎月どんどん進化させてもお客様のところで自動的に使えるようになっているので、まあ、お客様にとっても最新の機能が安く手に入るってことで注目されたのがサブスクリプションでした。で UiPath っていうのは、まあ、まさにこのサブスクリプションの強みを生かしていて、8500社以上の顧客がいて、年間売上はすでに6億5300万ドルなわけですよね。じゃあここにかかる経費ってどんなものがあるかっていうふうに言うと、まあ、研究開発とか人件費とかオフィス代とかそういうのはかかるんですけど、こういう会社のその特徴っていうのはですね、基本的に利益率がめちゃめちゃ高いってことなんですよね。一回そのサーバーに上げてしまえば、課金されるごとにかかる直接原価みたいなものってのはほとんどかからなくて、サーバー代とかだけに収まるわけですよ。なんで売上がある一定のところを超えたら、ほぼ全部利益って思ってもいいぐらいの利益率になるわけですね。
そこに対してよりその良い機能を作って参入障壁を上げていくって勝負になるので、そこで得られた利益の一部を人件費とかに投与していくことによってさらに安定稼働させていくって、そういう勝負の仕方っていうのができています。で、驚くべきことに前年度 64% 成長っていうね、この6億5300万ドルになってるのに 63% 成長するのでまずありえないことなんですけど、そういうことっていうのは実際に起きてますよってことですね。じゃあ世界における RPA 市場どうかっていうと、27億ドルからですね183億ドルになっています。ここで一つなんか疑問が生まれるのが、そもそも時価総額350億ドルなわけですよ。これありえなくないですか？だって RPA 市場が全部取ったとしても183億ドルなんですよ、2027年の段階で。なのにもかかわらず時価総額が350億ドルになってるってことなんですね。でこれどういうことかっていうと、最初は RPA の市場で参入していきました。でもその後 AI だったりとかそういうところに横転していきますよみたいなことを UiPath が言うことによって、市場規模のイメージを投資家に対して全く違うプレゼンをしているっていうことが、まあ、ここから読み取れるわけですよ。実は RPA の会社だけれども、実は私たちはデータを持っていて、そのデータの利活用ができる、だから全く新しい AI の会社なんだみたいなことを言うと、市場規模のグラデーションが全くガッと変わるっていうことがあるわけですね。なのでおそらく経営者は、これはまあちょっと想像ですけど、最初は RPA でやっていきますと言いつつ、その市場を途中から変えるのでこっちの市場に参入するために新たな資金調達でこれをやったんじゃないかなというふうに僕は推測しています。じゃあ強み何かというとですね、ここの提携している数のパートナーというのは4000社を超えているってことですね。製品を展開するためのエコシステムを構築しているというところがここの強みです。じゃあ弱みは何かというとですね、 RPA の ROI の算出、 ROI というのはリターンオンインベストメントっていう意味で、いくら使ったらどのくらい返ってくるかなっていうことを算出するっていうのが ROI っていうことなんですけれども、まあ、ここの算出って実はめちゃめちゃ難しいんですよ。まあ、どういうことかっていうとですね、例えば RPA によって人件費を削減することができました。でもじゃあそれを実際に削減できたといって本当に人を解雇するのかみたいな問題があって、大抵の会社っていうのは効率化したと言ってもその人を解雇したりはしないわけですよ。そうすると何が起きるかっていうと、いやいや単にソフトウェアの分だけ費用っていうのが圧迫されているじゃないかみたいなツッコミっていうのを受けるわけですね。そこに対して答えないといけないのは、いやいやそうではなくて、それは恐ろしく安い人件費で人を雇ったのと同じであり、その人がまた別の仕事をしたことによってより企業に対してバリューが上がる状態になっているんだみたいなドキュメントシートみたいなのを経営者に説明しないといけないっていう、こういうことになります。ただソフトウェアが優秀だったとしても、その人が優秀だったかどうかは限らないわけなので、厳密に ROI を出せとかっていうふうに言われると、これって結構難解なんですよ。めちゃめちゃ組織に対してヒアリングをしないといけなかったかもしれないし、再現性があるかどうかってよく分かんないよねみたいな厳密なことを言うとね、難しさっていうのが出てきます。それを、まあ、UiPath はパートナーで提携するモデルにすることによって、この弱みっていうのを補完していったっていうことが、まあ、UiPath が考えていたことだっていうことですね。これは例えばセールスフォースとかも同じようなマーケティングをやっていて、業務をですねどんどんそのパートナーに渡していくと、でそこでその商売で儲けてもらってセールスフォースの導入支援とかを行ってもらうとかですね、その新しいマーケットを作り出してしまって、そのマーケットの参加者を集めるって、そういうやり方でこの危機っていうのを乗り越えている会社っていうのが多いので、ぜひ参考にしてみてください。でじゃあ次、機械ですね。機械何かっていうと、 RPA が発達している横でですね、 AI も発達しているっていうところがまた面白くって、ここではですね、まあ、世界的に取り上げられている RPA っていう文脈のやり方をしてるんですけれども、実は RPA って日本においてものすごい流行ってる技術なんですよ。なんでかっていうと、 RPA って画面が変わると接続し直さないといけないっていう特徴があるんですね。ガン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 インターフェースが変わってしまうようなサービスに対して RPA を適用すると、あまりうまくいかないってことが分かってるわけですよ。ただ例えば日本ってお役所のサイトとかってめちゃめちゃ古かったりするじゃないですか。なんか謎の配置のボタンだけれども、その熟練した技術者みたいな人がいて、この謎のやつをガンガン使いこなしてるみたいな、いるじゃないですか。そんな感じで、なんか謎で超かっこ悪くてダサいし、なんかイケてないんだけど、そのイケてない UI をめちゃめちゃ使いこなしてる人がいるみたいな、職場において RPA ってぴったりなんですよ。なんでかっていうと、そのサイトとほぼ変わらないはずなので、自動化することがめちゃめちゃやりやすいよねっていう領域なわけですね。ただそのアメリカとかで問題になってるのは、 RPA だと例えばこっちにあった画像が左になっちゃったってだけでクローリングしづらいですみたいな、まあ問題っていうのは起きるわけですよね。 RPA じゃなくて、その例えば API っていう、そのデータを API っていうものを使って取り出して AI で処理をさせて自動化するっていうアプローチとかも別途流行ってるわけですね。
でこっちがなんで流行ってるかっていうと、常にそのデータのやり取りができる領域になるので、サービスの安定稼働性っていうのは高いよねっていう理屈で話題になっています。で逆に言うと UiPath の戦略としては、こういったその新しい技術っていうのを、まあ、うまく取り入れることによって自分たちもリボーンするというか、全く新しく企業としてリニューアルしていって時価総額を上げていくと、まあ、なんかそういう形で機会っていうのを捉えてるんじゃないかなというふうには思っています。最後なんですけど、脅威ですね。じゃあ何が難しいんだっけってことなんですけど、これはですね、参入企業がとにかく多いんですよ。ルーマニアのこの会社がめちゃめちゃうまくいってるらしいぞって分かったらですね、例えばもともと AI とかに強い会社は自分たちの AI を使って RPA を導入しますみたいなことっていうのは簡単にやれるわけですよね。技術的なその障壁が実は低いってことですね。あとは、CRM をまあやってるようなコンシューマーリレーションシップマーケティングっていって、お客様のお客様に対してのデータベースをちゃんと作ってるような会社さんにとっては、RPA を導入することによって一気通貫でお客様からのニーズをマーケティング部門や商品開発の部門に伝えるよみたいなことで、差別化された商品っていうのを打ち出しやすいですよねだったり、あとは ERP っていう企業資源計画のソフトウェアとか、いわゆるゴリゴリしたそのプログラムとかを持っているような会社っていうのは、ここにも参入しやすいですよねみたいなことがあるわけです。なので UiPath は競合が生まれやすいし ROI の算出とか難しいって言われる中で、提携するパートナーをとにかく開拓していってですね、エコシステムを構築してサービスの幅っていうのを広くして、かつ自分たちっていうのは特化したところにだけその資源っていうのを再活用して、今後 AI などを活用しながらより深いサービスっていうのを提供していくということになるんだと思われます。というわけで、こういったですね、ユニコーンの研究どん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 していきたいというふうに思っているわけですが、日本の起業家でこういった企業のことを知っている人ってのはほとんどいないので、どんどんですね深掘っていきたいというふうに思っています。次回はスウェーデン初のですね BNPL 型フィンテックっていう、 Buy Now Pay Later っていう、最初に買っちゃって後で払うっていうタイプのフィンテックっていうのが注目されているんですけれども、そこの特集っていうのをちょっとやっていきたいというふうに思っています。なので次回の動画を見逃さないように今のうちにチャンネル登録をしておいてください。また、高評価ボタンを押してもらえると嬉しいのと、コメント欄活用してもらえると嬉しいです。まあ、何か質問とかあればなるべく答えたいなというふうに思ってますので、コメント欄に残しておいてください。というわけで、マーケティングって本当に面白いですね。さよなら、さよなら、さよなら。